ダグ・ミント・ケイビッチ、ダグラス・アンドリュー・ミント・ケイビッチ、ダグラス・アンドリュー・メンケイビッチ、1974年6月19日体は、アメリカ合衆国オハイオ州、トレード出身の元プロ野球選手、一塁手、右投げ左だ。8歳から9歳頃までは、アイスホッケーばかりしていたが、オハイオ州から、フロリダ州へ引っ越した後は、本人曰く、 アイスホッケーをする場所がなかったので、野球に打ち込む。同州マイアミのウェストミンスタークリスチャンハイ、スクールでは、アレックス・ロドリゲスと、チームメイトになる。二人は、親友となり、ロドリゲスがミント・ケービッチの家に来て、庭で一緒に練習したことあったという。フロリダ州立大学に進学後、エ m l b ドラフトで、ミネソタツインズから5巡目、全体128位指名され、入団する。 2. マイナーリーグ AA 級ニューブリテンロックキャッツで打率323.452塁打96得点の3部門でリーグ1位162安打96支球出塁率432の3部門でリーグ2位の成績を残しイースタンリーグのオールスターに選出される活躍を見せるその後メジャーに昇格し9月18日に デトロイトタイガース戦でデビューを果たした。は、メジャーで118試合に出場。打率22、229.2本塁が、32打点と、打撃成績は低迷したが、守備では一塁主として、リーグ1位の守備率、997を記録し、4月6日から8月18日に、かけては87試合連続無失策も記録した。しかしメジャー定着はならず、 はトトリプルル A 級ソルトレイクバズで開幕を迎えるる。こととなるメジャー復帰を目指して、ソルトレイクで、打撃フォームを調整するなど、試行錯誤している時に、ミントケビッチは、シドニーオリンピックへの出場を打診される。これを受諾したミントケビッチは9月、野球アメリカ合衆国代表として出場。414と高打率を残しただけでなく、準決勝の韓国戦などに試合で、 決勝打となる本塁打を放つ勝負強さも見せ、金メダルを獲得した。本人は当時のことをお金や契約といったことにこだわらず、自分の成績がどうこうとか考えず、とにかくゲームにだけ集中していればよかったので、とてもリラックスしてプレーすることができたと振り返っている。アメリカ合衆国へ帰国後、メジャーへ最昇格を果たして3試合に出場し、シーズンを終えた。 和解幕メジャー入りし5月14日の時点で両リーグを通じて最高の打率410を記録するなど打撃好調を最終的に自己最高となる打率306.15本塁が74打点166アンダーを記録したまた守備でも守備率997を記録しゴールドグラブ賞を初めて受賞した は打率261.10本類が64打点と前年より成績を落とす。は2年ぶりに打率が300を上回り出塁率393リーグ9位対382類だチーム最多を記録した。7月31日4球団8選手が動く大型トレードが合意。これによりミントケビッチはツインズから ボストン・レッドソックスへ移籍した。このトレードで、レッドソックスは守備力の強化を目指しており、モントリオール・エクスポズから遊撃手のオーランド・カブレラ、そしてツインズから一塁一種のミント・ケイビッチと、二人のゴールド・グラブ賞受賞経験者を補強した。ミント・ケイビッチは移籍後49試合に出場して、失策はわずかに1と期待に応え、またポーストシーズンでは11試合で打率。 444と、打撃でも好成績を記録。レッドソックスの86年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献した。1月に、ニューヨークメッツへ、トレード移籍。しかしメッツでは、右のハムストリングを痛めて6月26日から7月16日まで、故障者リスト入りし、さらに復帰後には腰を痛めて8月9日から9月2日まで、再び故障者リスト入りと、 故障欠場が続いた。2005年12月にカンザスシティロイヤルズに FA 遺跡はシーズン途中まで打率283と2003年以来の高打率を記録していたが、腰痛により7月31日に故障者リスト入り、そのまま復帰することなく8月29日に手術を受けてシーズンを終えた。1月にニューヨークヤンキースへ FA 移籍したが、 この年の出場試合数は2001年以降自身最小の72試合にとどまった。2007年シーズン終了後にピッツバーグパイレーツとマイナー契約、開幕メジャー入りを果たした。2月26日、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結ぶ。同年メジャーでは20試合に出場した。は、フロリダ・マーリンズとマイナー契約したがメジャーでのプレイはなく、 5月16日に引退を表明。2010年のポストシーズンでは CBS スポーツで解説を務めた。より指導者として活動を始め、同年はドジャース参加のルーキー級オグデンラプターズで打撃コーチを務めた。彼はツインズ参加の A 級フォートマイヤーズミラクルの監督に就任した。シーズン終了後には親球団ツインズの新監督候補として 名が上がったが実現はしなかった新監督にはポールモリターが就任。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。